はい、こんにちは、ポップです。8月9日日曜日。今回は週末スペシャル第2弾ということで、ゴールド相場と原油相場。これら2つの商品相場について解説をしていきます。動画の前半部分はゴールド、金相場について。後半部分は原油相場について解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。まずはね、冒頭にゴールドの冷やしチャートの方をご用意させていただきました。こちらね、かなり上昇の角度がきつくなっているのが見て取れるかなというところでございます。とうとうね、史上最高値を更新しながらもですね、さらに上がりまくりでですね、1トロイオンス2000ドルも超えてくるという形でね、ゴールドの方は今回のね、コロナウイルス感染拡大によります、世界のね、中央銀行のジャブジャブ政策、量的緩和の政策に加えまして、米中のね、貿易関係の摩擦ですね、こういったところの世の中の混乱からゴールドがね、買われているというところがね、この冷やしチャートを見て、まずはわかるかなというところでございます。ではね、具体的に今後の戦略について、60分足の方から見ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、ゴールドの60分足、1時間足のチャートでございます。こちら、縦の区切りが1日ごとの区切りとなっておりまして、月曜日はね、こちらからのスタートという形になっております。収書のところはね、1トロイオンス1950ドルから2000ドルのね、間を、すごいね、今から見ますと、狭いね、レンジ相場を形成していたというところでございますが、まあ、これはね、高値圏の張り付きというところで、しっかりと力を貯めていたというところが、月曜日から火曜日にかけて、そしてその前の週からというところでございました。ただね、火曜日の後半部分から再度大きくね、ブレイクしまして、とうとうね、今まで、まあ、これを超えるのは難しいんじゃないかと言われておりました、最大の1トロイオンス2000ドル。これを一気に突け抜けますと、まあ、サポートを受けつつですね、高いところでは、とうとう2070ドルを超えるという形でね、ゴールドの相場は、続伸した1週間でございました。ちょっとね、金曜日のところではアメリカの雇用統計がですね、予想よりも若干良かったというところで、少し調整が入ったというところではございますが、まだまだ1トロイオンス2000ドルを超えているというところで、もう一度ね、高値をつけに来る場面は出てくるんじゃないかなというのがね、個人的な見解でございますので、まあ、ショートをね、一時的に組んで利益出ている方はですね、まあ、どこまで下がるか調整するかというのは分かりませんが、もう一回ね、来ることも想定しながら、まあ、ぼちぼちのところで利益確定をしておいて、次のね、上げに備えていただくというところが必要かなというところでございます。60分足で見ますとね、上がってきた移動平均線でね、まあ、水木金とサポートを受けていたんですが、金曜日のね、後半部分から移動平均線をね、こちらのところから割り込んでしまいますと、ちょっとね、弱含みというところが見て取れるんですが、まだまだね、こういったところは調整の範囲内かなというところがね、もう少し長い足を見ていただければわかると思いますので、4時間足に推移していきましょう。はい、こちら4時間足の、チャートとなっておりまして、こちらのね、縦の区切りが1週間ごとの区切り、約ね、1ヶ月ちょっとの、時間軸というところになっております。まあ、今までね、じりじりと上げてはレンジ、上げてはレンジという形でね、続いておりましたが、こちらね、最高値を更新するところでは値動きが1回荒かったというところがありました。ただね、1950ドルで、また力を貯めた後にですね、先ほどお話ししました、今週に入ってからの、1トロイオンス2000ドル超えというところでね、一気に伸ばしてくる。そして、上がってきた移動平均線付近でね、ちょうど今サポートが入るかどうかというところでございますので、まあ、こういったところね、まだまだ、1時間足ベースでは先ほどお話した通り、移動平均線を平均足のチャートがね、下回ってしまうということでね、若干弱含みに見えるかもしれませんが、4時間足ベースですと、ちょうどね、今移動平均線付近まで調整してきたというところもね、見て取れるかなというところでございますので、今までの上昇トレンドであれば、移動平均線がまだまだ右肩上がり、そして移動平均線付近でね、サポートを受けておりますので、今回もね、サポート入る可能性は十分にある。そしてボリンジャーバンドの下限のところも下方向からね、角度を上げて出ておりますので、まあ、2000ドルぐらいまでの調整はあるかもしれませんが、もう一度ね、このの1回だけで、最後ね、天井圏が終わるかといえば、もう一度チャレンジしたところでね、もしかしたら、天井圏、天井のサインが出るかもというところですので、相場の最後は、何回かね、過去にもお話ししておりますが、一気にね、ストップロスを巻き込みながら急上昇して、それで急に下げるというところがね、相場の最後だと思いますので、今回ね、もう一度この高値を破ったところで一気に上がるところがあれば、あくまでもお試しではございますが、まあ、入れ場ではね、やられてしまいますので、まあ、レバレッジはね、抑えた上で、ショートを組むというのは、この前回の高値を超えたところ、こういったところをね、一つの目処としていただいてもよろしいかなというところでございます。ただね、動きが早いというところがありますので、必ずもね、しもね、こちらは、必ずしもと言いますか、やっぱり相場はね、ある程度張り付かないと危険かなというところでございますし、今の段階でね、ロングを組んでしまいますと、こちらの4時間足ベースの陰線が続いているというところでございますので、あくまでも、この移動平均線付近で、陰線から陽線に切り替わってから、ロングを取るというところがよろしいかと思います。そして、ショートに関しましては、一気にね、踏み上がったところで、まあ、こちらのね、上昇を超えるようなね、ところがあれば、ショートを組んでみる。それはお試しというところでね、ショートでハイレバで入ってしまいますとすぐに刈られてしまうというところがありますので、まあ、そういったところは注意しながらもですね、一旦は、ロングでね、こちらの、陰線が陽線に切り替わったところで少しロングを持つというところで最後のうまみを取りに行くというところもよろしいかと思いますので参考にしてください。私ね、個人的にはもう一度高値はつけてくるかなと思いますので、まあ、そういったチャンスをね、狙える人は狙っていただければというところでございますが、私もねちょっとゴールドはね、今回は、見送ろうかなというところでございますので、まあ、やっぱりね得意科目の為替の方で行きたいなと思っておりますが、ゴールドね、今非常にトレードしている方も多いと思いますので、あくまでもトレンド転換してからストップロスを置いてですね、しっかりとロングをこちら4時間足の移動平均線24のところで、陰線から陽線に切り替わったところでロングを組むというところはね、戦略的にもよろしいかなと思いますので、参考にしてください。最後、日足を先ほどに振り返って見てみますと、かなりね、乖離しておりますが、まあ相場のところはね、まあショートが組みたいというところもありますが、一気にね、また上昇が、場面があるというところもございますので、そういったところはね、十分に前回の高値を超えて一気にね、値が飛ぶような上昇があったところで初めてショートが組めるかなというところですので、まあ、じりじりとね、下がっているところですと一気にね、踏み上がるという可能性もありますので、そういったところよりも高値を抜いて、値が飛ぶようにね、どんどん上がっていくところで、ショートを組むというところをね、気をつけていただければというところでございます。あと、天井のサインかどうかというところは、長いね、月足を見ていただきますと、こちらですね、過去に、つけました1930ドルぐらいですね、こちらの値幅をですね、この8月というのは同じぐらい値幅がね、取れてますし、まあ、パーセンテージでいきましてももう少し上がることによって同じぐらいのパーセンテージの上昇率がある。そして出来高もね、かなり膨らんできているというところから、そろそろ天井圏空中戦の決着がつくかなというところが、見て取れるかなという形でございます。よってですね、今回、前回のね、高値ですね、前回の高値というのは直近の高値ですね、こちらを抜いたところ、1トロ4ス2070ドルですね、この辺りを抜けたところで一気に突っ走ったところがあればですね、もう高値圏というところは、ほぼほぼね、間違いないかなと思いますので、まあ、そういったところでね、値が飛ぶようなところでショート、現段階では陰線が続いておりますので、こちらが、陰線から陽線に切り替わったところで、ロングをして、利益確定、その後、土点ショートというようなね、戦略で、面白いかなと思いますので参考にしてください。はい、以上でね、ゴールドの相場解説を終わりまして、続いて、原油相場見ていきましょう。はい、原油相場もまずは、日足のチャートですね、こちらコロナウイルス感染拡大前からですね、徐々に、値が下がってきている、まあ、今年に入ってからですね、1バレル50ドルを超えて、60ドル付近からスタートしたんですが、まあ、コロナウイルス感染拡大でズドンと下がった、そしてね、一時は、4月の、ね、20日前後だったと思いますが、5月の元月の決済が、マイナスになったというところがね、今回はこれ9月元月というところでございますが、こちらもね、大きく下げたというところが大底になりまして、まあ、徐々にね、回復をしてきたというところが、日足で見て取れるというところでございます。しかしながらですね、やはり、上方向に戻ってきますと、これもね、過去の動画でもお話をしておりますが、やっぱり1バレル45ドルぐらいに近づいてきますと、アメリカのシェール関連のリグの再稼働というところでね、需要部分で今までね、リグを稼働せずにですね、まあ、供給ですね、すいません、供給を抑えていたところが、1バレルね、45 45ドルから50ドルぐらいになりますと、やはり採算が取れるところが増えてくるということでね、リグが稼働して、供給が増えてくるというところもありますので、やっぱり1バレル45ドルを明確に超えるというのは難しいんじゃないか。逆にですね、40ドルを下がった場面もあるんですけど、それもですね、今は OPEC プラスの減産というところもね、ありますし、今回のコロナウイルス感染拡大の時に、産油国のね、ほとんどがダメージを受けた、4月ぐらいだったというところがありますので、そういったね、産油国も、バカではないって言ったら失礼かもしれませんが、こういったところはね、皆が困るというところなので、そういったところは調整をしながらですね、減産増産を調整しながら、35ドルを下がることはね、世界経済も徐々に中国を中心として回復をしてきていますので、35ドルを切ることはない。いわゆるね、今までからお話ししている通り、1バレル40ドルを中心としまして、前後、上下ですね、上下45ドルから35ドル、こういったところをね、うろうろするんじゃないかというところがね、冷やしの大体の目安でございます。では、短期的なね、目安に、戦略については、1時間足から振り返っていきましょう。はい、こちらが1時間足、60分足のチャートとなっておりまして、縦の区切りがね、1日ごとの区切り、今週のスタートは1バレル40ドルぐらいからのスタートというところでございます。まず月、火、水とですね、株式の上昇に合わせまして、原油の方も1バレル40ドルぐらいから、段階的にね、上げてきまして、高いところでは、1バレル43ドル50セントぐらいまで上がってきたというところでございます。水曜日にね、高値をつけたというところですね。ただ、木曜日、金曜日のところは一旦ね、やっぱり上がりすぎたところは40ドルに収束するかなというところで、調整が入ってきている。移動平均線の方も、月火水と右肩上がりだったところが、木曜日にね、割り込んでしまいまして、逆に今度は、サポートではなくて、レジスタンスを食らうようになって、木金は調整して終わったというところでございます。ということでね、一旦は45ドル近づいたところ、今週の水曜日がピークとしまして、また一旦は40ドルぐらいまで収束してくるんじゃないかなというのが、こちらの私の見通しと、テクニカル的なね、今は移動平均線が右下下がり、その下側で平均や足のチャートが位置しているというところからですね、40ドルぐらいの下落というのは十分にあり得るかなというところが推測されるというところでございます。そして4時間足ですね。4時間足で見てみますと、なかなかね、ここのところ、1ヶ月ぐらいのこれ時間軸、縦軸が1週間ごとの区切りという形になっておりますが、40ドルをね、割り込むことは、だいぶ少なくなってきたかなというところでございます。やはりね、日本を除いた株式市場がね、そこそこ戻ってきているというところが一つの原因だと思いますが、ただね、1バレル45ドルを超える上昇というのはね、先ほどお話しした供給面の増加がね、出てしまうというところもありますので、そこまでいかないというところであれば、一旦ね、1バレル40ドルぐらいまで、落ちるところをね、見ていただいて、ロングを組みたい方というのは、やっぱり40ドルぐらいで、しっかりと4時間足ベースで、陰線から陽線になったというところがね、サポートラインの大きな一つという形になりますので、そのあたりでロングを狙う。そして、またね、大きく上がって、45ドル付近まで近づいたところでですね、陽線から陰線に切り替わったら、しっかりとそのトレンド転換を見て、ショート。そして、40ドルをね、もし割り込んでしまった場合もですね、下値というのは35ドルまでは下がらないとは思いますが、そういったところでね、反発があったところ、あくまでも4時間足ベースでですね、移動平均線と平均足のチャートの位置関係を把握しまして、落ちてくるナイフをね、拾う必要はないと思いますが、あくまでも4時間足ベースの移動平均線が右肩上がりで、その上側にね、平均足のチャートが顔を出してきたときにロングを取るというところをね、意識づけていただければ、大怪我はしないような形で、原油の方はね、トレードできるかなという状況でございます。最後に冷やしの方ですね、先ほど冒頭にお話しした通りですね、1バレル40ドルぐらいから、プラスマイナス5ドルかなというところでございます。ただ、移動平均線の方は右肩上がりからね、もう角度がかなりなだらかな横ばいになってきておりますので、あまり大きなレンジ相場がないというところでございます。あとね、力を貯めているということで、一旦ね、この力、レンジ相場をね、はみ出てしまいますと、大きな動きが出るかなというのがね、テクニカル的な分析ではありますが、原油に関してはね、需要と供給、特に供給の部分がね、シェールのそのリグの稼働だとか、OPEC プラスの減産増産によって、ある程度コントロールできるというところからですね、このテクニカルの通り、レンジをブレイクしたら大きくトレンドが出るかといえばですね、今のところそのような状況ではないかなと、個人的には思うところでございます。よってですね、ゴールドは激しい値動きが、想定されますが、原油の方はね、先ほどお話した通り35ドルを下回ることはよっぽどのことが なければない、45ドルを上回ることも、想定はね、なかなかできないというところを考えますと、しっかりとね、このレンジ相場の中でトレンド転換が4時間足ベースで、平均足のチャートが入れ替わったところでですね、しっかりとポジションを取るというところを、ね、心がけていただければというところでございます。はい、以上でね、ゴールド相場と原油相場の解説を以上といたします。今回のね、解説が少しでも参考になったという方いらっしゃれば、ワンクリック、ワンタップ、お手数かけますが、ぜひよろしくお願いいたします。それではね、また明日から、日本は祝日ではございますが、マーケットの方動きますので、しっかりとね、注目して、トレードをしていきましょう。今回は以上です。お疲れ様でした。バイバイ。